お疲れチャンネルスロットです。今日はですね、こちらの迫撃1個月やっていきたいと思います。というわけでこちらのデッキなんですけども、なんとですね、世界1位にこのね、名前が読めないんですけど、星ですね。はい、世界から聞いた星さんが使ってました。というわけで、今日ね、実際これ使ってマルチやっていこうと思うんですけど、迫撃砲レベル13だったのでね、わざわざ10万ゴールド使って、なんなら指南書も使ってね、はい、先ほど乾燥させました。で、ガゴムレはね、乾燥させるかと思ったんですけど、まあガゴムレはね、乾燥させるになんか値しないというかね、乾燥しなくていいだろうっていうねガゴムレに10万もったいない、マジお金ないんでね、ちょっと今日我慢して13レベルでやっていきます。他のユニレベルをね、上げるゴールドとか取っとかないと、マジシーズン終盤マルチやりたくてもね、スケとかのレベル13とかね、他のなんかカード使えなくてね、ドラ上げできねってなっちゃうんでね、ガゴムレはちょっと温存で活かしてください。まあ13でも勝てるでしょっていう話なんだよね。だってこのデッキ乾燥すれば世界一生きるポテンシャルがあるってことですからね。はい、というわけで、やっていくんですけども、まあこのデッキはやっぱスキキンだから成り立つよねって思いました。というのもね、スケバレとスケルトンキングのね、相性が良すぎますね。スケバル飛ばして破裂する瞬間にケツスケキンで、スケキンのスキル貯めるっていう技も強いですし、でスケキンの逆サイドに、スケバル飛ばしてどっちかに、ウッド咲いたら、まあ、どっちかが生きるよねっていうのも強いよねっていうので、なんかこのスケキンとスケバルのなんか組み合わせがチート級に強い。うん、いやー、これちょっとやだね。これガゴムレ無視というかね、ザップ耐えて無視されるの嫌なんで。あは、矢沢くんだって君、おい、こら、なんで君が怒るん？俺やろ怒る方。え？どういうこと？なんで君が怒んの？俺やろ怒るの？どう考えたん、これは。さあ、というわけで、エリーババボンバーメガゴト。で、矢沢くんね。まあ、通んないよね。でさ、このデッキはね、ディガーとかが入ってないんだよね。そう、ディガーがないから、このスケベルの落下ダメ。いや、これだよ。これがでかい。さあ、これで勝つデッキですね。そう、これで、まあダメージ狙いながら、ああ、ここはちょっと蓋するか。蓋してでもボンがいたよね。ボンちゃんがいたんだよな。いや、これスキル使っ、ああ、タイミングが。いや、でも、ちょっとうざそう。いや、うざそうだけど、これやばいよね。これやばいよね。やばいよねって話だよね。あ、でもこれは。いや、待ってよ。これあれだな。なんかいっぱいあったんだっけ、そういえば。ああ、まあ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 。これはね、分かっていた。うん、そうなるよなーって分かっていたので、まあ、これはしょうがないですよね。あれ、これゴレだよ。多分ゴレなんですよ。ゴレで、まあ、なんか、うわー、すげえ。息が合うね。俺が行こうとする方向にめっちゃ来んじゃん、さっきから。俺のこと好きやろ、絶対。さあ、ここはちょっとね、セムハーブとかもしてあげながらの、矢沢くんのエリババだけですって。これはなかなか大変です。なかなか大変です。さあ、なかなか大変だけど、気合という名の PS で頑張っていきたいですね、非常に。いや、いいですよ。さあ、これはね、相手の甘いた真ん中ゴールも芝居ていきます。で、スケキンとハイボイチ打っとくか。打って、耐えようぜって。残ったら熱いね。残った。だがしかし。いや、待ってよ。君今ね、矢なめ使ったね。いや、あー。変なスケバレしたな。まあ、一旦ガゴムレ最強タイム来てる。まあ、どこにザップを使うのかっていう話だね。なんかザップ縛ってんな。さあ、あんまね、矢沢で簡単に処理されるのは避けたい。さあ、ゴリゴリ行こう。これゴリゴリ行っていいね。まあ、矢がある。いや、でもこれ、いや、完璧なスケキン。で、ここでスキルを使って、何かは生きろ。何かは生きろ。何かは生きてくれ。いや、迫撃入る。で、ここにザップゲー使ったら、ああ、これタイミングがね、かぶってるんで。そうそうそう。いや、いいね。いいね、いいね。これ一旦無双タイプだよね。で、しっかり範囲で縛っていく。範囲で縛く。範囲で縛く。スキル使っちゃおう。スキル使っちゃおう。スキル使って、陸系、最強の陸系になって、スケバレで攻めると。オッケー。いや、熱い。めっちゃ頑張ってるからね、今。いや、あれは、ファイブは我慢。ザップか？はい、ザップ使っていけると。攻め役いこうか。これはね、秒で溶かします。気合で。いや、なんならこれ相手竹取れてない。熱っ！激圧。
激アツミスってる。激アツビンビン。激アツファンタスティックピーポータイム。あげ？とりあえずもう一回スキャミおかわり。オーケー。おかわり。いや、俺が怒る方なんだよね、これ。なんで相手が怒ってるのかちょっとわかんないんですけど。さあ、ナイス勝利というわけで。これはね、本当にスケキンとスケバレのこの掛け算が最強になってますね。さあ、続いてね、やっていきましょう。でね、絶対これ、スケキンの代わりは何ですかっていう質問が多分来るんで、もう先にお答えすると、ないっすね。結局このスケキンとね、やっぱスケバレが本当いいので、最強なんでね、その組み合わせがないと、やっぱ、このデッキよりはね、デッキパーが落ちるよねっていう。まあ、ムートとか、ディガーはね、最悪なしではないんだけど、だからムートとかディガーにするぐらいなら、なんかね、ウッドを入れたりとか、なんかそれこそね、昔の無課金破撃って呼ばれたデッキにするとか、なんかもう、ゴロッと変えちゃっていいんじゃないかって思いはしました。よいしょ。さあ、今回は、ラバーベビードラですね。ラバーベビードラ。どんなラバーでしょうか？いや、これ今スキル使えば激アツだったかな。さあ、縦の戦士というわけで、ちょっと嫌ですが、まあ。しっかり落ち着いて、やりこぶコウモリ、そしてガゴムレと、体育は僕いっぱいあるので、しっかりすべてがね、なんか美味しく一旦にまとめて処理されないように、まあ、やりこぶはやりこぶり、コウモリはコウモリ、ガゴムレはガゴムレっていう感じで、まあ、どっかにあとはスペル使ったらどっか生きるよねっていう作戦でね、やっていければ熱いかなと思います。さあ、というわけでもこのガゴムレだけでも相手きつそうだけど、俺結構ダメージ受けてんね。なんで？何をした？俺は。まあでもこれはさすがに相性がいいでしょう。うん。いやー、これはコウモリでももう、で、ザップギタラ、まあザップギタラ来ただよね。さあ来ないので、スケバレカウンターと。これ地味にうざいよね。いや、ここでね、もうスケキン出したらバカ使ったんだけどね。さすがにザップパン。あ、タルババ型なのね。美味しい。さあ、というわけでスケーブとかでプレッシャー与えていきましょう。あ、これもうワンテン待ってからでもよかったかな。さあ、スケキンのスキルがね、今、ポワッ。全回復してた。さあ、というわけで、タルザ。ああ、タルザの3スペのやつですね。ファイブとかもあります、ちなみに。さあ、なので、まあ、なのでってわけではないんですけど、めっちゃ攻めます。で、ビビドラで受けられて、みたいな。そういう話？そういう話なんだけど、まあ、やばいよねっていう。誰がどう見てもこれやばいよねっていう話なんだよ。やばいです、皆さん。本当にやばいです。普通にタルザがちょっとね、嫌なんです。嫌なんです。さあ、もういろんなとこユニット分けてね。ユニット分けて出すのが大事なんですよ。いや、間のこれビビドラ追加もね、うまいんですけど。まあ、ビビドラ追加したことによってなんならきついよねっていう話ね。いや、俺もやばいよねっていう話だよね。いや、これはね、相手がうまい。相手がうまいんだけど、俺もちょっとうまいんだよね。なんならしかもファイバルト。あれ？スキーがぶっ刺さりゲーミング。さあ、ファイバルト落としていこう。いやー、これはね、熱い。いやー、でもタルザ、ファイタルザね、ポイタルザかファイタルザね。いや、なんならそんなスプレーない。普通にね、これ、迫撃相手絶対きつい。で、あとは、ベビーはね、ベビーは嫌なんだよね。さあ、というわけで、気合の防衛を見せていきたい。俺、いや、いいよ。こうするとね、相手も守んなきゃいけないんでね、攻めきれないですよね。ユニット散らしてからの、ベビーか、インドか、みたいな。よいしょ。いやー、間に合わねえか。GG なんだ、反応が。いや、ザッポしいな。ザップねえのか、俺。どっかに落ちてなかった、一回。あー、一発。スキル使えばよかったね、今。なんで使えやねえんだ。自分で自分に切れそう。よ、真ん中ラバ、こんにちは。あん。余裕で読みが外れることもあります。私人間ですから。さあ、ザップ使いましたね。あなた今ザップ使ったよね。さあ、スケキンのスキルを使うとぶっ刺さるっていう話を聞いた覚えがあるんだけど、うん、盾の戦士君優秀だね。めっちゃ盾取るね。さあ、これ確実に処理します。よいしょ。あれ、これファイボ圏内とかだったりすんのかな。ああ、やってもうたー。なんで、ごめんなさい、負けました。
ですね、ガゴムレが13だったのが先輩だと思われます。まあ、今のはね、一つ、ちょっと思ったことが、攻め迫撃をね、まあ、毎回僕はこの隅っこにしてたんですけど、隅っこにすると、やっぱ隅っこベビドラ、隅っこインドラの隅っこドラゴンたちがね、嫌なんですよ。大っ嫌いなんですよね、あれ。なんか対応しにくくて。なんで、あえてのちょっと真ん中目に迫撃を置くことによって、その後のね、ドラゴンに対してのコウモリとかガゴムリとかをね、出しやすくなってたんじゃないかなっていうのが思いました。なんで一つ迫撃の位置をもうちょっと工夫してもよかったかなと。で、まあもう一つは、もうちょっと課金しろと。で、もう一つは、まあもうちょっと頑張れましたね。なんか、勝ったと思ってたんでね、正直。なんで負けたのかわかんないですね。勝ったと思ってたんですよね。さあ。というわけで、今回の相手は、トリは珍しいんだよな。まあ、ロイフォグなんだけど、トリトンが入ってて、これも入ってるって、なんか珍しいですよね。まあ、でもここは、範囲でしばかしていただこう。さあ、そしてカウンターと。これ、コウモリつけるだけで、相手絶対きついですね。よいしょ。で、ザッピーがどっかに出てくる。これに出てこねえか。あー、ヤハメちゃんね。さあ、ヤト。矢が出てきました。でもあなた今矢使ったねって話なのよね。ああ、でもこれ真ん中ザッピ読み5。ああ、打ってたら当たってましたね。まあ、打ってないんで当たんないです。さあ、ザッピーか。まあ、深淵テラグのトリトンを入れて、なんかいろいろ混ぜちゃったよねっていう。ごちゃ混ぜちゃんだね。まあ、ここ一回スキル試させてもらおうか。うん。ケツスキキンで嫌だけど、まあ回ってないか、回ったか、見てからでは間に合わないんじゃないか。え、ナイス。いや熱いね。いや熱い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 、ギキャツギキャツギキャツ。攻めファイブのね、使いどころ大事にできるよと。熱い熱い、間に合ってないね。いや間に合うんかい。やらファイブファイブファイブ。いや待って、トリトンに当たらん。やべえ下手。スキル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 、今オッケー。オッケーか、ほんと。ちょっと待って、なんかやばいやばい、さっき呪いかなんかで、全然プレイが。よいしょ。さあ、頑張ってもらって。いや、リゴブリンがいい味出してるね。一応、防波もね、しっかり置いてあげて、確実にね、耐えます。やっぱね、守ること大事なんでね、この迫撃デッキの、ほんと強みって、結局、防衛迫撃ができるんですよね。攻め迫、防波、迫撃のね、ぶっ壊れの理由は、ね、そこなんですよね、結局。守れるから強い。守れるし攻めれるから、しっかり守れるときは守んなきゃね。いや、これやばい、相手やばいよ、これ。物量で泣くんじゃない？いやー、泣くのは俺か？これもしかして。やばいって。ちょっと待ってくれよ。マジでやめてくれ。一生攻める。一生俺のターン。いや、やらないの使ったもんね。で、スケキンのスキルもファイボも使いたいみたいな。いやー、なんかつい。いや、でも結構入ってるよ。結構入ってる。いや、熱い。いや、めっちゃいい、めっちゃ頑張ってる。いや、なんなら、たまたま、読みやりゴムみたいになっちゃった、ね。でも、相手ファイブある？え、待って、これやべえ。ファイブで全終わり。だよね。誰がどう見てもそうだよね。ファイブないなんてないもんね。はい、どうも皆さん、お待たせいたしました。防衛迫撃の時間です。ここからもう一回も攻めなきゃでも勝てますね。攻めなきゃ勝てますね。っていう。クラロアロンです。あとは、真ん中ホバーが来るんで、そいつだけボコボコにしたいと思いますね。来ないです。やばいです。来て。来てくれよ。早く来てくれよ。早く来てくれよ。いや、来ないんかい。まあ、一回ファイブ打って、確実にね。で、スキルもとかも打っちゃって。よしよし。よしよしよし。いや、めっちゃ確実に行こう。めっちゃ確実にね。もう、勝ちだけはね。大好き。よし。さあ、あれはもうファイブですね。あれはファイブって、ファイブって、ファイブって、もう防衛用のね、いろいろ出してあげて。早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。ドカンと。で、まあ、この辺ね、しっかり出して。スキギンも一応、範囲攻撃。これがね、ロイフォグにも強い、地味に。さあ、コウモリが出して、スキルも使って、相手がね、ケツから、なんか、ゆっくりしてるところを、もうね、急いで攻めてあげますと。はい。早いよ、ファイブ。ファイブだけは早いからね。ファイボの若さは一流。デリバリーの若さはマジで三流。よし、いけるよ。ファイボ剣で。やらめ使ったね。あなた、突破できないよ、それ。多分。オーケー。ナイス。
よしよしよしと。いうわけで、まあ、迫撃デッキって、ほんとね、もう昔からずっと強いんだけど、結局その強いのはね、攻めでも使えて、一生攻め役でね、迫撃あれば、攻め切れる。あとは、迫撃あれば、ずっと守れるっていうのでね、両方、おお、守れないっす。まあ、ずっとこう、迫撃あればね、攻守両方できるよねっていうのが、4コスできちゃうんで、まあ、それが強いんですよね、本当に。だからね、迫撃できて、まあ僕、よくね、いろんな動画で言ってるんですけど、こう、まあ、無課金でも、まあ、組みやすいしね、ノーマル多いし、無課金でもすごいおすすめだし、あとやっぱ格上にね、勝ちやすい、PDS が結構出やすいデッキなので、非常に格上にも勝ちやすいしっていうので、本当にね、クラロワやってる人が一回は使った方がいいよねっていう。強いからっていう、単純に強いよね。さあ、大ダメージショップながら決めていく。さあ、ゴーストマサネクってことは、皆さんお分かりでしょうか。ロイジャイです。まあ、ここでロイジャイじゃなかったら、まあ、あれ焦ってきた。いや、まあ、ロイジャイですね。うん。ロイジャイです。防白です。今回の相手には、まあ、一生防白でもいいかもしれないね。というのは、マザネクとかが厄介なんでね。いや、これやば。これで俺もうなんかきちんだけど。さあ、5打っちゃうか。やべやべやべ。なんか、いてハンターが厄介だね。基本的にはね、マザネクメガゴかな。よくメガゴ買った。あとは先だと圧着で使われてるけど、今回はハンターですね。ハンターがそれがめっちゃきちいっていう話。あと相手のスペルが、ライトニングなのかとか、もう一個なんだっけ、ファイブなのかっていうのを大事になってくる。ライトだったら美味しいけどな。問題はハンティングベイビーかな。で、マザネクいるんで、結局スケバル飛ばしてもみたいなとこあるんでね。一旦我慢します。迫撃で、しばきながらの、しばきマン。さ、しばしばで行ってもらって、コウモリと。で、アレルファイブ打ってあげて、ウッドか。さあ、こっからですよね。問題は、きつい戦いが始まりそうです。よいしょ。まあまあまあ。防白ゲーで。防白、一生防白でもいい気がしてきた。マスキキン出して。いや、このやり込みダメージでゲー。もうちっこいダメージ稼ぐなんてね。あと、ファイブですね。ファイブのダメージも。ファイブ、ファイブ打つことしか考えてないです。よいしょ。で、打ったと。まあ、これはいいんですよ、別に。なんならここでね、スキルを使うんですよ。へっ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 へ。いや、ゴーストめっちゃ強くね。てか、ハンターめっちゃ強くね。なんで？いや、待って、それよりも透明のスキルがめっちゃ強い。え、待って、めっちゃスキル頑張る。熱いな。で、これちょっとマザネク来たら来たでいいや。うん。まあ、防白残ってるのと、スケキンで一応回収できるから。よいしょ。さあ、で、ハンティング。いや、ハンティングやばいよね。まあ、これも結局は防衛迫撃と。で、これで攻撃もちょっと解けるんでね。いや、これが強いんだよな。で、マザネク欲しいな。やべ。いや、これやばい。こんなことしてると負ける。いやー、まあ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 。いや、マザネク来るよね。絶対来るよね。もう男の気用です。男の許容、男はやっぱ許容しなきゃね、クララやっていけないです。許容しすぎもやっていけないです。やんなら攻め迫もしたい。わがまま。よいしょ。マザネク？いや、でもスケバレこの落下ダメージでかいんだよな、マジで。いや、このスケキンのスキルが世界一下手なのは許してほしい。いや、オッケーオッケー。スケバレのこの落下ダメがね、150だよ。強すぎん？で、防白、防白、防白。焦るな、焦るな。おつけ。とりあえず困ったら防白置いとけばいいんだよ。防白置いとくだけで、なんとかなるもんだからね。本当に。さあ、で、ゴーストに出して、まあ、スケバレも出してね。で、マザネクには5と。マザネクには5だけ打ってあげて。まあ、それだけでいいんだよね。で、落下ダメージで稼いで。あとは守る。いや、もう、これなのよ。防白ゲー。クララは分かったかもしれん。防白ゲーや。で、防白置くとかなかったら、もうどうにかどっかに置いて。どうにか置いて。やばいやばい。相手にいっぱい溜まっていってね。ピンチになるんでね。
やばいよね。よいしょ。さあ、で、ファイアブとかもね、しっかり、ね、置いてあげて。やべえ、やべえ、やべえ、マウザネク、やべえ、焦る、焦る。いや、焦るな。焦るからダメなんだ、男は。いや、迫撃強っ。見た、みんな。めっちゃ頑張ってたよ。さあ、しっかり置いてあげて。さあ、スケキン、防衛ファイボー。で、コウモリ、無双。オッケー、スケキンのスキルと。いうわけでね、もうマジ、防衛迫撃、マジ強なんだよね。ね、え、守れないでしょみたいな場面何回もあったと思うんですけど、結局防衛迫撃はね、なんとかしてくれますので、皆さん困ったら防衛でやってみてください。はい、というわけで今日はね、スケキンのこの迫撃コーツやったんですけど、まあ、やっぱ世界一位に行けるポテンシャルあるだけね、めっちゃくちゃ強いですし、可能性やっぱ感じますね。スケキンのスキルとか僕まだね、なんか使う場面こう、もっとあったと思うんですけど、そういうとこもね、細かいとこまで極めれれば、本当に皆さん、上の方までいけると思うので、ぜひね、こちらも使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。